今回訪れるのは香川県三豊市の仁尾町。港町や城下町として栄えた面影の残る町を歩きます。こちらも江戸時代から続いている松ヶ谷です。現在はシェアビレッジという建物として利用されています。それでは行ってみましょう。すごい趣のある建物ですね。日本古来の風景を守っていきたいっていうビジョンがあるんですけれども、シェアビレッジとは古民家を村と捉えて登録した村民で再生を図っていくプロジェクト。村民は年貢と呼ばれる年会費を納めて寄り合いや里帰りに参加し古民家を盛り立てます。村民は誰がなることができるんですか？村民は年貢を払えば誰でもなります。じゃあ日本全国もしくは世界とかから年貢さえ納めればここの建物を使ったりとか、泊まる宿泊もできたりとか。宿泊もできます。はい。助立ちリストっていうのがあるって聞いたんですけど、それはどういうあれなんですか？リスト。村ってみんなで守っていくものなので、してほしいこととかちょっと助けてほしいことっていうのをリストにして書いてます。ほんとちっちゃいことだと掃除とか布団運んでとか、もう最近だと畑ができたので、畑作業手伝ってもらったりとか。そういうのを村の人たちも含めてこの場所を守ろうっていうふうにして参加されてるんですね。そうですね。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。